オッー・ハッセは、ドイツの軍人。最終階級は、バイマル共和国軍不評代九1923年から1925年まで、参謀総長に相当する陸軍兵務局長を、務めた。プロイセン王国のシュラーベに生まれる。1890年に、士官候補生として、プロイセン陸軍に入営し、第一ニーダー作戦第46不評連隊。 キルヒバッハ伯爵に配属された。第一次世界大戦前に第三防本部に配属され、軍事輸送、交通監督に従事していた。大戦中は、様々な部隊の参謀を務める。第 X 交尾軍団参謀長として、第四次フランドル海戦を指揮した後により、1918年5月に、白洋付ヘプールルメリット勲章を受章。戦後は、 バイマル共和国軍に残り国防省に配属された。1922年に兵務局長に任命され着任の1923年2月に少々に昇進。1923年兵務局長としてモスクワに赴きラパロ条約に基づくソビエト連邦との秘密軍事協力協議にあたった。中将に昇進していた1926年に 第3師団長に任命され、第3軍艦区司令官を兼任した。1929年2月に、不評大償に昇進。同年4月、大愛集団司令官に就任。1932年に退役した。第2次世界大戦中に、ベルリングルーネバルトで死去した。ありがとうございます。